立憲民主党って正しいっぽいことを言ってもね、まあ与野党同じですけども基本的に敵は身内にありと言いますからね。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は1月の28日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、自民党公明党も超ダメだけども立憲民主党も超ダメということになります。で、この動画では1月26日の立憲民主党の大西議員の発言などを見ながら、与党野党のコロナ感染拡大防止対策の不備などの軽率行為について見ていきたいと思いますので、最後までお楽しみください。そしてね、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ポンコツ感染症対策をやっている議員の名前などをね、コメント欄などに書いていっていただいてもよろしいですよ。ではまずは1月26日の予算委員会におきます大西議員の発言を確認しておきましょう。以下引用です。率先すべき立場にある者が違うことをやっているということについて、他にもこういうことがあります。先日ですね、先ほど委員会始まる前に総理は鼻をマスクから出しておられましたけども、先日ですね、大学入学共通テストで鼻出しマスクで失格になった人がいました。まあこれは何回注意してもやめなかったという悪質な事例だと思いますけども、ただその時にですね、国民の中から聞こえてきたのは、今日はまあ麻生大臣もマスクされていますけども、あの麻生さんのマウスガードはあれはいいのかとか、あるいは先週の本会議で総理は質問者の質問を聞いているときにですね、ひな壇でマスクをずらして指を舐めて資料をめくっている姿が拝見されました。まあこういうのがネット上で、あれ国会議員が総理が大臣があんなことしていいのかという声があるんですが、こういうご批判に対して総理はどう受け止められてますか？総理の答え、あのページをなかなかめくれなかったものだからまくったことは事実だけども、ほんの一瞬だったとも思います。大西議員、まさに繰り返し申し上げているのは、そういうふうに率先するべき立場にある者が国民に厳しいことをお願いしているのに違うことをしているのが、これが残念ながら菅政権に対する批判につながっていると思う。以下略。以上ですね。また1月27日の蓮舫議員なども、与党議員の軽率行為がネットで上級国民かと批判されているとおっしゃってましたね。まあ私はそれを見たことないんですけども、まあまあネットとかではねありそうな批判だと思うので、まあ本当なんでしょう多分。ところで1月27日に蓮舫氏の発言に対して菅総理が謝罪したように、与党議員の軽率な行為は確かに散見されますね。例えば東京新聞1月26日にこのような記載があります。題名は、与党議員緊急事態宣言下で深夜まで外出、銀座のクラブなど、自民松本氏、公明遠山氏ですね。中身も一部引用しておきましょう。以下引用です。自民党の松本純元国家公安委員長が、新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言下に深夜まで都内のクラブなどに滞在していたと週刊新潮の電子版デイリー新潮が26日に報じた。松本氏は国会内で記者団に、国民に我慢を強いている環境の中、私の行動自体が少し軽かったと反省していると陳謝した。松本氏の説明によると、18日の夜に東京銀座周辺でクラブなど3軒の店を訪問。1軒目は支援から要望や陳情を聞き取る目的で飲食し、2日目以降は店主と2人きりで話しただけだったと強調した。政府は8日、1都3県への宣言再発令にあたって、国民に不要不急の外出自粛を要請。自民党は所属議員に会食を控えるように求めていた。また、公明党の遠山清彦前財務副大臣は、22日深夜に東京銀座の高級クラブを訪れていたと、週刊文春の電子版、文春オンラインが26日に報じた。遠山氏は国会内で記者団に対して、不要不急の外出を控えるよう呼びかける中、それを守らずに外出したことを猛省していると話し、石井幹事長から不適切な行動だったとして注意を受けたことを明らかにした。遠山氏は次期衆議院選で神奈川6区への転出が決まっている。以上ですね。
で、まあね、正直記事内容を考えますと、東京新聞、これってデイリー新潮と文春オンラインの記事を貼り合わせだけのこたつ記事ちゃうんかと突っ込みたくなるんですが、まあ私もね、あんまり人のこと言えませんから、そこは無視しておきましょう。そしてね、加えまして、デイリー新潮さんは最近ワクチンデマ報道してかなり不快なんで、あれなんですけどね。で、話を戻しまして、まあこのように与党議員が軽率な行為をしたことはやはりね、問題だとは思うんですよ。特に営業について時短要請やお願いを受けている店舗は収入が減ってるわけでして、そんな時に、まあコロナ禍でも収入が減らないであろう国会議員が自分たちだけ夜も自由に遊んでいるようなことを思わせるようなことをしていれば批判を受けることは当然です。ただこれはですね、上級国民論とかではなくて、ただ単に国会議員がある種自爆行為をしているという点でそもそも問題なんですよね。だって感染しに行ってるようなもんなんですから、ある意味で。蓮舫氏は上級国民という話をしますが、別に現在でも、まあ、店さえ開いていたら夜に店に入ることは誰でも可能なんですよね、罰則なく。ただ自粛を求めている国会議員の側が、まあ、その政策に反したことをする場合には、お前どの口が言うねんという話でして、私からしますとね、今回の件はこれだけ政治家も自主的な我慢ができないんだから、むしろ罰則が必要な証拠であると思ったりはしますけどね。で、まあそんなことは立憲民主党はね、百も承知のはずでして、例えば旧立憲民主党を除籍処分されました高井隆史衆議院議員がいますよね。彼の場合には去年の4月7日に緊急事態宣言が出された直後の4月9日にセクキャバに遊びに行って大問題になりました。まあ、結局高井議員が立憲側に離党届を出したんですけども受理されずに、まあ、除籍処分を受けましたよね。で、その際に枝野氏はこんな風に言っています。すなわち国会議員の自覚を欠き議員辞職に値する無責任な行動。まあ、こういうことで枝野さんは激怒して高井議員を除籍処分にしたということでしたね。ただ実際に店がね、空いてる店がある以上、そこを利用することが本当に悪いことかといえば、なかなか結構微妙な話でして、あ、セクキャバはさすがに感染症対策のしようがないですから褒められた行為ではないことは間違いないわけですが、まあ、だからといってね、まあ、それだけで議員辞職ものかといえば、私は結構微妙かなと思うんですよね。間違いなく高井さんの場合にはアホな行為だったと思いますが、また今回の松本純議員は3軒はしごしたということなんですが、まあ、2軒目3軒目は店主と2人きりで話しただけだったということなんで、まあ、これがね本当だとしますと、これって、まあ、最近流行っているいわゆる黙食ということになりますから、ある意味松本さんの行為は問題がないとも思えるわけでして、また遠山議員の場合には文春オンラインではこのように遠山議員自身が言い訳をされております。以下引用です。その日はある会社社長と18時より食事をしながら意見交換をしました。店を20時に出た後、個室を取っているのでそこで話の続きを聞いてもらいたいと誘われ行ったところがご指摘の場所でありました。20時以降の不要不急の外出を控えるよう政府が呼びかけている中で、結果として深夜まで外出していたことは極めて不適切であり、猛省しております。党幹事長から厳しく指導を受けました。二度とこのようなことが起こらないようにいたします。まあ、こんなふうに弁明されていますね、ご自身が、遠山さんは。で、まあこれだけを見ますと2人だけだったらって気もしますが、まあ、高級クラブの個室って何なんでしょうね。私行ったことないんで分かんないですけども、女性が接客とかしないんでしょうか、よう分かりませんが。ただここではですね、結局国会議員に求められているのは政治家も国民を一丸となって感染症対策をやってると思ってもらえるような厳しい行動、これが国会議員に求められてるんですよね。まあ、正直私は感染症対策を完璧にしているならば、多少数人でね、食事を囲んでもいいのではないかとか思ったりはしますよ。それこそ3人ぐらいの会食で距離を十分にとっている、そんなマスク会食ならば、本当はね、別にかまへんやんと思ってますよ。まあ、しかし、今は国民がそれこそ感染症対策に辟易しているわけでして、政治家が緩んだところを見せれば、国民が緩むこともありえないわけではないでしょうから、多少
厳しめに考えるべきだと思いますね。まあ、とはいえさすがにですね、大西議員の言うような菅総理が一瞬マスクを外して指を舐めてページをめくったことに対して率先するべき立場にある者が国民に厳しいことをお願いしているのに違うことをしているのが、これが残念ながら菅政権に対する批判につながっているというふうに、まあ、大西議員が菅総理を叱責するのはね、少々行き過ぎじゃないかと思いますけどね。まあ、確かにね、マスクを外して指を舐める行為は感染症対策として、まあ、注意すべきシーンだと思いますが、まあ、厳しいことを国民に言ってるくせにという文脈とは違うと思いますね。まあ、ただ単に感染症対策として危ないシーンなんだからお前もちゃんと注意しろよ、油断するなっていうふうに菅総理に言うべきであって、何でもかんでも政権批判的な文脈に持っていくのは良くないでしょう。まあ、そういえば今ネットでは高松菜奈さんと枝野幸男代表との対談インタビュー動画が話題になってますね。こちらはですね、概要欄参考動画にもリンクを貼っておきますが、まあ、記事も With ニュースさんというところで上がってまして、まあ、これがヤフーで結構見られた記事なんですよね。で、中身についてもいろいろ思うところがあるんでしょうが、とりあえず今回はね、こちらをご覧ください。どうですか皆さん。うーん、枝野さん、こんなにも高松さんと近距離で真ん中にアクリル板を置くだけで話をしてますよね。大声で、まあ、動画見たら分かりますけど結構大きな声で喋ってますよ。で、楽しそうに話してはりますが、これって会食がダメって怒られてることと全く同じことをしてますよ。枝野さん、会食の場ではマスクを外して話すことが多くなるので、どうしても飛沫感染が起こりやすいと言ってるわけでして、まあ、これだとね、立憲民主党はアクリル板さえつけていれば会食だってなんだって OK だ、そんな風に考えてると思われちゃいますよ。それとも枝野さんは菅さんとかとは違って率先するべき立場にいなかったり、国民に厳しいことをお願いする立場でない、すなわち政権に立っていないから何をしてもいいって話なんですかね。高松菜奈さんの動画でも枝野さんはご自身がおっしゃっていましたが、こんな風に枝野さん言ってますよ。今我々は野党なので結果を出せないんですよ。実績を示せないけど政権担当能力を示せと言われてるわけです。まあ、こういうことをおっしゃってるんですが、こういうわけで枝野さんはコロナ対策についても自分たちはちゃんと守らないのに、ただひたすら政権批判ばっかりするために政策を批判してるんですかね。与党がダメなのに野党もこれじゃ国民は辛いよと思うんですけども、皆さんはどうでしょうか。何かご意見ありましたらコメント欄にお寄せください。では次の動画でバイバイ。